はい、どうもこんにちは、バシッとミクです。はい、さあ本日はですね、また、アニメイトの方のグッズですね、買ってきました。今回はですね、前回紹介したリンレンの、11周年とルカネの10周年のグッズですね。前回はリンレンのやつで紹介したんですが、今回はルカネのやつ、買ってきました。本日こちらの方レビューしたいと思います。はい、バシッとミクチャンネル。はい、それですね、早速見ていきたいんですけども、今回僕が買ってきたのはクリアファイルと、アクリルスタンド、それから缶バッジですね。はい。背景付きアクリルスタンド、前回リンレンのやつ紹介したんですけども、なかなか良かったですよね。はい。今回はリンレンのやつと一緒にルカネのやつも並べてみたいなと思ってます。はい。あと他にはミニタオルだとか、前回紹介したアロマキャンデル、ミニクッションキーホルダーだとか、バスキューブなんかも売ってたんですけども、アクキーとバスキューブに関して、アクキーはちょっと絵柄があんまり好きじゃないという理由で買わなかったんですが、あとバスキューブですね、これに関してはどうレビューしようかちょっと悩んだんで今回は買っていきませんでした。はい。で、あとはですね、あとレイさんが描いた、マフィア風のやつですねの、ミニタオルなんかも置いてたんですけど、残念ながらミクちゃんが手に入らなかったんで今回は、パスしました。はい。やっぱりミク、リン、ルカ、この3人が欲しいんですけど、3人ね揃ったら買おうかなと思ってるんですよ毎回それに関してはなかったのと、あと缶バッジですね、これもちょっと行ったのが遅すぎたかな、ミクちゃんと、リンちゃんが亡くなってた状態だったんで、買うのは、やめました。はい。こちらのキャンペーンの方は1月31日までなので、そうですね、まだ行ってないという方、もし欲しいものがあるんであれば、そうですね、オンラインショップなんかで頼むのもいいかもしれませんね。近々、カイトのやつやっちゃうからね。もう終わっちゃうからね。はい。では早速ですね、見ていきたいと思います。まずは、そうですね、缶バッジから見ていきましょう。はい、ではですね、まず缶バッジの方見ていきましょう。缶バッジ、後ろの紙ですねはこんな感じになってます。結構渋い感じだよねはい。で、20日さんの描いたルカネが、顔が大きくプリントされた缶バッジになりますね。大きさはそうですね、10センチぐらいあって結構でかいんですよね、僕の手と比べても大きいのがわかるかと思います。はい。裏面はいつものムービッククオリティはい。ちょっと指紋ついちゃった。とりあえずこんな感じになってるんですが、まあいつもの缶バッジという風な感じで、いいんじゃないかと思います。普通にその辺に飾っておきたいよね。はいでもその役目はな、僕の動画だとクリアファイルになっちゃうからな。はい。では続いてクリアファイルの方見ていきましょう。じゃーん。はい、続いてルカネのクリアファイルですね。こちらもハツコさんの描いた、クリアファイルになるんですが、すごく綺麗ですよね大人の女性っていうのがすごくわかるんじゃないかと思います。ルカネいいな、こういう美人と手入れとしたらすごいんだろうな。はい。後ろはこんな感じになってます。はい、巡りねルカと書いてありますね。ちょっとペースが乱れた。はい。とりあえずこんな感じになってて、いつも通りのクリアファイルって感じなんですが、ハツコさんの描いたルカネが大きくプリントされててやっぱりいいんじゃないかと思います。改めて見てみると缶バッジと同じぐらいの大きさかなちょっと一回り大きいかな、クリアファイルの方が。はい。まあ、とりあえずこんな感じになっています。以前のリンレンもなかなかいい感じですよね。はいこれは大事に取っておこう。ルカネの誕生日の時このクリアファイル使わせていただこうかな。もうすぐですからね、どうしようかなはい。では最後はですね、アクリルスタンドの方見ていきましょう。じゃじゃん。はい、完成しました。めぐりねルカのアクリルスタンドですね。今回は背景付きアクリルスタンドというふうな感じになってるんですが、1個1500円の価値はあるんじゃないかなというふうな感じがします。ルカネの、全体像が綺麗にね、プリントされてあって、なかなか出来はいい感じですよね。はい、近づいて見てみましょう。こんな感じになってます。こんな感じに、後ろに背景があるので、リンレンの時と同じような感じなんですけども、そうですね、少し立体的に見えるっていうのが魅力的ですよね。はい。裏面ですね見てみるとこんな感じになってます。はい。やっぱり裏面に印刷されているのはアニメイトの、そうですね特徴というような感じなんですけども、なんで後ろ傷つけたらアウト系なんで、大切に使わなきゃならないんですが、出来はやっぱりいいですね。大きさもそこそこあるんですよね。ルカネの缶バッジと比べてみても12、3センチぐらいはあるのかな、直径。それぐらいの大きさがあります。はい。結構ね、そうですね、クリアな感じでなかなかって感じなんですけども、大きさだけ見ればすごく存在感があるんでいい感じだと思います。はい素敵だよね。で、前回の、リンレンのやつと並べてみると、じゃん。はい、こんな感じになりますね2つ並べるとやっぱりちょっと迫力がすごいですよね。こうして改めて見てみると、そうですね、下の部分ですね、下のアクリルの部分はルカネはすごく青い、そうですね、これは外をイメージしてるのかな。
若干なんですけども青い模様みたいのが入ってるんですけども、ちょっとカメラ越しで確認しづらいんですけども、輪廻の方に関しては、白と黒というふうな感じになってますよね。これが大きな違いなんじゃないかと思います。はい、なるほどね実はちょっと違いがあったんだね。そうですね、幅がちょっとある分、ルカネの方がちょっと寂しいかなって感じがするんですが、そうですね、背中の部分に背景があるおかげで、下まで伸びてないおかげっていう感じですね、ルカネの足が確認できますよね。綺麗な足が確認できるのがいいのかなというふうな感じがします。これを狙ったのかなそんな感じがしますよね。はい、で対してリンレの方は、背景が非常に大きくプリントされてますよね。まあこれが1枚、これで1枚というような感じなんでしょうね。ルカネはあくまでもここだけっていうような感じなのかな、意識的には。でも足が映ってるのもいいですよね、やっぱり。どちらもね、冬の服装というような感じなんですけども、どちらも素敵だなというような感じがします。レン君かっこいいし、リンちゃんすごくかわいいし、ルカネに関してはすごく綺麗ですよね。はい。さて、これで全てレビューが終了したんですけども、今回もう一つ、買ってきたものがあります。後ろにありますね、こちらですね。はい、コルクコースターですね、みくちゃんの。これですね、後ろ見てみると分かるんですが、コロコロうどんさんが描いたコースターなんですね。コルクコースター初音ミク。アニメイトの方でコロコロうどんさんが、委託販売してるものになります。はい、実は初めて買いました。はい、じゃあ、こちらの方をちょっと開けてみましょう。はい、開けてみました。こちらですね、こちらが入ってた袋になるんですけど、ちゃんと01ってプリントしてあるんだよねあのコロコロうどんさんのこのグッズは委託販売なので、そうですね、分類的には同人グッズというふうな感じになるんですけども、ちゃんとしてるのがいいよね。はい、で、こちらが、コルクコースターになります。実は僕、ですね、コルク系のものが大好きなんですよはい、このね、あの柔らかい木のグッズで作られたやつ、これが大好きなんですよね。で、絵柄もなかなか素敵ですよね。マスターお疲れ様です、ミクちゃんにこんなこと言われたら一日の疲れも全部吹き飛びますよね。はい、で、高3なので、ミクさんすみません、ちょっとお顔の方失礼します。よいしょ。はい、こんな感じにね、マグカップなんかを置いて、使用するのがいいんじゃないかと思います。ちょっと軽く踏み絵感があるはい、なんですが、コルクコースターなんで、そうですね、使ってあげるのがむしろいいのかなっていうような感じがします。これはもちろん保存用に取っておくんですけども、使用用で後で買ってこようかな。コロコロうどんさんのグッズは他にもアクリルキーホルダーだとか、そうですね、クリアファイルなんていうのものありますので、この絵柄おそらく一度は見たことあるとは思うと思うので思うと思うので日本語が欲しい、まあそうですね、もし見かけた際はですね、そうですね、手に入れてみるのもいいんじゃないかと思います。はい、僕はあまり同心グッズっていうのは興味ないんですけども、コロコロドンさんのミクさんすごく可愛らしくていいですよね。好きです。はい、で裏面見てみるとこんな感じに書いてあるんですが、まあコルクコースターらしいお値段で300円、これぐらいだったら全然買ってもいいんじゃないかって感じがします。お財布にも優しいんでねまあ、見かけた際はぜひ、そうですね、購入を検討してみてください。一応ですね、今回のこのグッズですね、同人グッズなんですけども、初音ミクの公式のグッズというふうに、アニメイトの方で捉えてますので、これ今回は缶バッジとクリアファイルと、アクリルスタンドですね、アクリルスタンドの方を買ったんですけども、その3つでギリギリ2000円足りなかったんですよなんで、今回コロコロドさんの、コースターの方を買わせていただきました。はい、まあ初めて買ったんですけども、いいんじゃないかと思います。はい、で最後ですね、前回リンレンのフェアの時は僕あの対象店舗に行ってなかったんで手に入れられなかったんですけども、今回は、クリアしおりの方をちゃんと、対象店舗に行って買ってきました。あそこまで行くのだるいんで正直だはい、さあじゃあ何か当たったのか見ていきましょう。まずはリンちゃんが当たりました。はい、リンちゃんこんな感じですね。クリアしおりっていうのもすごい久しぶりに手に入れた気がするな。すごいオレンジな感じでいいですね。リンちゃんのカラーオレンジですからね。はい、裏目見てるのこんな感じ、すごくシンプルですよね。なんですけどこの Not for sale の言葉が嬉しいはい、言葉というかロゴというか。で、2000円分なんでもう1枚ですね。はい、めいちゃんが当たりました。できればリンレン綺麗に揃ってほしかったんですけど、まあ女子が当たったということで良かったのかなと感じは良かったのかなと思います。はい、なんか冬というよりかは秋っていう風なイメージかな、どっちかっていうと。でもりんちゃんが珍しくね、長袖着てるんだよね。珍しいってわけでもないか。はい、めいちゃんとちょっと寒そうだけどねなんかちょっと秋っぽい感じでいいんじゃないかと思います。そうか、これ8月なのか11月だもんな。あ、それだったら納得かもしれない
11月12月だっけ、まあいいか、はい。残念ながらミクちゃん当たらなかったんですけども、そうですね、次のカイトのフェアの時にでも当てたいなと思います。ピンポン。はい、というわけで、鏡音、ね、リンレン、そしてめぐりね、ルカの、11周年と10周年の、アニメでのグッズですね、紹介させていただきました。無事にそうですね、レビューしたかったものが手に入ったので、よかったなと思います。どうしてもですね、ルカ姉の誕生日前に、レビューしたかったんですよ。ギリギリ間に合ったかということで、よかったなと思います。まあ、やったぶね。はい。でですね、まあ、今回、アクリルスタンドなんかでも変わったんですけども、なんかだんだん面白くなってきましたよね。この背景付きアクリルスタンド、なかなかいいと思います。アクリルスタンド好きなんでね。はい。で、あと、今回、コロコロドンさんのグッズ初めてレビューしたんですけど、出来は、ま、良くて、全然問題ないんじゃないかと思います。はい。これからもちょいちょい見かけたらいいのもあったら買ってこようかなと思っています。うん、リンとレンが終わったと思ったら次はメイ、ルカネでで次が、カイトですね。はい、まあ、カイトのグッズの方も、手に入れてきたらレビューしたいなと思います。はい、というわけで紹介したのバシーとミクでした。はい、だねー、じゃあねー、ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バッシーとミクチャンネルをお願いします。